バトラーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、バトラー軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。ピッツバーグ市の北35マイルにあり、ピッツバーグ大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は13,757人だった。雑誌、スミソニアンの2012年5月号では、アメリカの有料な小さい町の第7位に挙げられた。バトラー中心街、 バトラーの名前はリチャード・バトラー少将から取られた。バトラーは1791年に現在のオハイオ州西部におけるお場所の戦いで戦死した。1803年、ジョンとサミュエルのカニンガム兄弟がバトラーの村初の開拓者になった。この兄弟は入植した後で今後やってくる開拓者のために土地の区画配置を決めた。1817年、村は ボロとして法人化された。初期の開拓者は、アイルランド人やスコットランド人の子孫であり、コネチカット州から西に移ってきていた。1802年、ドイツ系移民が到着し始め、翌年にはジーリア・ノープルの町を設立した。1805年にジョージ・ラップが入ってきた後、ハーモニーの町を設立し、より多くの開拓者がそれに続いた。百三十二年にはドイツから、 ジョン・エイ・ローブリングがサクソンバーグに入植し、この頃には軍がドイツ系開拓者で溢れていた。バトラーはその歴史の大半を通じて製造業の中心地だった。1902年、スタンダードスティールカー社がバトラーでその最大の鉄道車両製造施設を開設した。最初期のすべて構成の車両が建造されたのもここだった。伝説的な投資家、美食家、 鉱石収集家のダイヤモンド・ジム・ブラディが1902年にスタンダード・スティール・カー社を起こしたのもここであり、同社は1934年にプルマン・パレス・カー社と合併してプルマン・スタンダード社を作った。この会社は独占禁止法に触れて政府から解体されることになった。プルマン・スタンダードの工場は1982年に閉鎖され、2005年には解体された。その後は、 現在小規模ショッピングセンターとなっており、新しいバトラー交通局のインターモーダル施設も入っている。2011年、バトラー交通局が元のプルマンスタンダード工場の認識のためにバスターミナルに有害原積み用貨車を移した。この貨車は1974年にこの工場で建造されたものだった。市内に本社を置いたもう一つの著名企業は、 アメリカンオースティンカー社だった。この会社は後にアメリカンバンタムカー社と名前を変えた。バンタムは1930年代を通じて小さく燃料効率の良い自動車の初期製造者だった。現在のジープはアメリカンバンタムが創作したものであり、プロトタイプはバトラーの工場で製造された。大きな軍需産業はウィリスとフォードになり、バンタムの工場は 第二次世界大戦で失敗した。今日、軍庁舎の通り向かいのプラザにある記念碑は、バンタムがジープを作ったことを記念するものである。バトラー氏には、フォードモーターの最初期のディーラーが1918年に設立され、現在も残っている。バトラーに本社があり、自動車産業に関連があったのが、 レインボーラバー社であり、1930年代後半には、多くのゴム製玩具と並んで、オールズモビルの精密な模型である、ラバートイを作った。1950年代、横断歩道にベルを設置した最初期の都市となり、今日まで続いている。バトラーは、マーズの街を経由して、ピッツバーグと結びついており、1907年、ピッツバーグバトラー路面鉄道、 1908年には、ピッツバーグハーモニーバトラーニューキャッスル鉄道で、エヴァンスシティまで、都市間、トロリー鉄道が敷かれた。マーズの路線は1931年4月に廃線となり、エヴァンスシティ線も1931年8月15日に廃止された。トロリー鉄道はバスに置き換わった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は2.7平方マイルであり、すべて陸地である。市内を流れるこのケネッシングクリークは2000年に国内で2番目に汚染度の強い水路に上げられた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バトラー氏の主要雇用主は以下の通りである。バトラー軍庁舎、ウォルター・ローリー上院議員定歴史あるバトラー・リトル劇場で、 地元の演劇人が演劇の公演を行っており、1941年から続いている。ミュージカルシアター・ギルドも毎年ミュージカルを公演している。2012年、ホブノブ劇団が、チャールズ・ギケンズのクリスマス・キャロルなどいくつかの劇の公演を始めた。地元出身の作家が周辺地域を舞台にする小説などを表している。スチュワート・オナンの小説。 スノー・エンジェルスはバトラーが舞台であり、パイレーツ・アーレイ、フォークナー賞を受賞した。バトラーにはバトラー軍シンフォニー協会があり、バトラー中間高校公会堂を講演会場にしている。市内には多くの芸術集団もある。バトラー軍芸術家協会やバトラー芸術委員会がその例であり、地元芸術家がいくつか壁画を描いたりしている。バトラーロードレースは 5マイルと2マイルの競争であり、毎年6月に開催され、地元生徒の奨学金を集めている。バトラー秋祭りは毎年9月に開催され、車の展示会、民族料理、多様な文化の出し物が展示される。バトラー軍空港ターミナルビル市外に空港が2つある。バトラー軍空港は、一般用途空港であり、企業用ジェット機など、大型機も取り扱える。 バトラーファーム小空港は地域の小さな個人用飛行機を持つパイロットが使っている。バトラー交通局がザバスと呼ぶバス便を運行している。二つの鉄道会社がバトラーで貨物便を運行している。カナディアンナショナル鉄道が所有するベッセマーレイクエリー鉄道の本線が市内を通りバッファローピッツバーグ鉄道が地方便を運行している。 地域のすぐ外に大型の機関車庫を所有している。市内とその近辺を5本の幹線道が通り、西ペンシルベニア全体への接続を行っている。ペンシルベニア州道38号線の南端は、アメリカ国道422号線がある市の北部にある。この国道422号線は、市の北をバトラーバイパスとなって回っている。ペンシルベニア州道68号線と、 道356号線がまっすぐ中心街に入り、修道8号線、すなわちメインストリートと交差する。このクネッシングクリーク、ありがとうございます。